アローズ A22 は、アローズが2001年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、マイク・コフラン。チーム2年目のヨス・フェルスタッペンと、レッドブルの支援を受けて、F1 デビューした、エンリケ・ベルノルデがドライブした。A22 は、前年度有望であった A21 の改良型であった。しかしその開発は、2年連続で搭載エンジンが、 変わったことにより進まなかった。ルノーエンジンをベースとしたスーパーテックに代わってアジアテックエンジンを搭載することになったが、これは2000年にプロストグランプリで結果を出せなかった浮上エンジンがバッジネームを変えたものであり、スーパーテックに比べるとパワーが足りず信頼性にも欠けていた。チームは小型の燃料タンクを搭載することを決定した。シーズン序盤、 少ない燃料を積んだ軽い車体で走るという戦術によってフェルスタッペンが好結果をもたらした。ベルノルディはリタイアが多く、総じてフェルスタッペンの方が上位でフィニッシュした。ブラジル GP でフェルスタッペンはトップを走行していたウィリアムズのファンパブロモントーヤの後部に衝突し、両者もにリタイアした。第7戦モナコ GP では少しでも、 ダウンホースを得ようとして、ノーズ先端の髪型に苦肉の策とも言えるミニウィングを装着した。木曜日はこの仕様で走行したが、国際自動車連盟から危険な構造物と判定され、土曜日以降は使用が禁止された。モナコでは、ジョーダン EJ11 も似たようなノーズ状のウィングにトライしていた。シーズンが進むにつれて、 テスト不足と予算不足の影響が現れ始めた。フェルスタッペン、ベルノルディともにグリッド後方に沈み、チームの焦点は翌シーズンに移動した。オーナーのトム・ウォーキン賞はコスワースエンジンの獲得を保証した。チームは結局1ポイントを得、コンストラクターズランキング10位でシーズンを終えた。A22、ノーズ上にモナコ仕様のミニウィング。ありがとうございます。